どうも、おはこんばんにちは、オービドワです。ダークサイダーズ2、ブレイ再開していきたいと思います。さて、前回も言っていましたが、今回はちょっとサイドクエストをこなしていこうと思います。で、今あるサイドクエストなのがこれら、山を動かす。ああ、これはメインですね。さて、これか。カーに頼まれていたやつなんですが、トレンチフォードでなくした兜を探すよう頼まれた。これだな。これは、トレンチフォードまでワープできるので、ワープしていこう。あれ、こっちだっけ？こっちじゃねえな。神殿の道。どこだっけ？シャドウなんとか、ここだったっけか？カーの兜を探す。ここです。一番近いのはここか。ファーストトラベルで移動してしまいましょう。しかし便利ですね。問題は、この中のどこなのかがわからないっていうことだよな。サブクエストって書いてあるけど。やはりというか表示されてねえな。あと、ここ入ってないね、俺。というか、入ってないドアがいくつかあるっぽいな、俺。階層チェンジはどうやるんだ？こうか。なるほど。どこだかわからんな。さて、この兜の探索なんですが、少し時間がかかると思うので、見つけたところまで飛ばさせていただきます。つなげるぜ。さて、あんまり時間が経ってないのが見つけたぞ。やはりこれか。失われた熟練者の宝物の一つ。大昔ブラックハンマンジョ作られた。この戦士のヘルメットは特別な贈り物として兄弟の聖員に渡された。おお、なるほどな。ちなみにどこにあったかというと、この行っていなかった部屋があったのですが、そこにあった。つまり普通に俺は見ていなかったんだな。これがどこにあるか。お、あとアーマーっぽいもの手に入れたぞ。なんか良さげ。お、これ手に入れてたんだな。ブルが下がるけどね。あ、レベルも7だっけ。おお、これはいいや。ただ魔法が下がってしまうね。でも全然ボールが上がるからこちらにしとこう。おお、かっこいいな。かっこいい、かっこいい。これ取るとどうなるんだ。おお、で、さっきのやつクエストアイテムとしてここに記入されているな。さて、取ったので、あとはこれを返せばいい。あいつどこにいたんだっけか。さて、ちゃっとワープしていこうと思う。トレンチフォードの入り口、ここら辺だっただろうか。ですの1、サブクエスト。クエスト表示切り替え。どうして、これこれ。うん。そう。これを渡すんだね。カーンはどこにいる？まず。場所移動したりとかしてないよね。してなかったら、落として、ここにファーストトラベルすれば、多分近いかな。こっちか。やはりあの入り口のところで待っていてくれているのかな。どこだ、この表示されているところ。全く違うな。見えないな。ああ、とんでもないところにいるな。ザ・ロストテンプ、ここか。俺こんなところ通ったっけ。神殿への道から後ろへ行くのか。
待てよ、ここどこだ？前回通ったところの後ろ？行ったことがない場所ではないよね。ここのさらに向こう側だよな。ここ確かまあ行けなかったぞ。なんぞこれ。これここ前行けなかったんだけどね。普通に行けなかった。ここ確かあれもここなんだよな。なんか何々を倒せみたいなのがあってこう通れなかったんだよね。あーこれか。なるほどな。確かになんかあったもんね。え？マジかよ。あ、操作できる。何これ楽しい。あれがどうにかなるわけではない。ここに乗っけろってこと？チェーンで特定の壁を標的に放ちます。これか。チェーンに乗る。こういうことか。なるほどな。これで前は行けなかったところに行けるようになったぞ。何気にね、ちょっとメインクエストも詰めちゃう感じになるけどね。コントラクト多い。若干壁際はね、戦いにくい。おっと。かっこいいな。いや全く問題ないけれど、あっちでねあいつらが頑張ってくれてるよ。やはりでも彼ら HP とかの問題ではなくて単純に時間経過で消えてるよね。思いっきりリンチしているのに。なるほど。これを取って要は爆破しろってことかな。いや、これ通常に爆発するタイプか。違うな。刺さなくてはダメなようか。あとはそこの宝箱。お、靴がこんなところに。手裏剣？なんだあれは。今のところ確認しなくてもいいだろう。おほう。そういえばカーンはやはりこちらがクエストなどをクリアすると次の場所まで移動するようだよね。この部屋ってこのためだけのものなの？なるほど、ここは鍵がかかっていたということか。しかしなんだここは。神殿とかダンジョンっぽいんだよな。神殿っていうか。Not enough wrath. よいしょ。例えば
このコンストラクト、石像たちを起動させるのに手に入れたやつ、後々違うところでもテストしないとな。お、新しいやつ手に入ってますね。ただ体勢が思いっきり下がるな。ちょっと形状だけ見てみよう。あ、かっこいいな。てか最初に手に入れたやつがね、序盤のやつだからちょっとかっこ悪いってだけだよね。他は普通にかっこいい。あ、開いてねえや。もうほんとどこなんだ。と俺確認するためにマップ見ようとして見るの忘れたよ、普通に。神殿の道。あ、こういう形状なんだね、ペインズウッド。ペインズウッドがさっき俺が言ったところだよね。そうだね、ペインズウッド。問題はここからどうやって外へ出るんだ。なぜか、ちょっと重いな。あ、落ちた。うん、なぜか、ここら辺を歩いてると、ちょっと、ゲームがスローダウンしてるんでね。なんでだろう。さて、上は。ここでじゃあ何かをするんだよね。みんな欲しいっぽいものがあるぞ。開けるわけではない。あればもうこちらにしか行けないよね。敵が出たってことはおそらくこっち。まあここで戦ってたらな、落ちるだろうな。いや、フルボックスになってるな。あ、なんちゅうところにあいつ引っかかっとるんだ。とてつもねえところに引っかかってた気がするぞ、あいつ引っかかっとんな。銃で撃つしかないかな、もうこれは。感じか。しかし構えた状態だとリロードするときにちゃんとアクション取るんだね。です。通常はこういう状態とかでリロードしているから、まってないね、リロードしているところが。どこへ行くのだろうか。お、意図せず。で、ここから戻るんだ。分からんな。あ、普通に階段がありますね。なぜ気づかなかったでしょう。ただ行くところは別にあるんだろうな。ここは俺がいたところ。が出ていた。この処刑攻撃なのですが、前作だと HP が減った敵には必ずできるんですけどね、今回では確率制になった代わりに
結構 HP が敵高くても使えるようになったのがいいですね。前回は本当敵の HP がもう死ぬ寸前だよって時にしか使えなかったので、まあ要は格好だった。プラスあれで倒すと HP 回復用の緑のやつが出てくる敵から、そのために使っていた感じですかね。なんか仕掛けがありそうな扉があるな。いるね。あん。コンストラクトを目覚めさせる。あれはメインクエストですね。呼びされてるのは。あんと話して、あれを。もう一つ頼みがあるか。そっか。be praised. It brings back memories to see it again. そうか。それだけ。What can you tell me about this place?I've been here but the once. The time I tried to tip a construct. おそらく経験値込まれると思うんだけど。Aye, it is. I could but nudge him an inch before my nerves gave out. The whole time I felt Muria watching me. Horseman, may I beg you another favor? いいよ。What is it this time, Pap? A compass that guided me to many wonders when I was young. I thought it lost, like the temple. But now that you've found one, the other will follow.Very well, Khan. またか。カーンのコンパスを探す。ということは、この中はダンジョンなのかな。よし。経験値が手に入ったの。しかし、あの経験値どういう仕組みなんだろう。219って、なんかね、微妙な数字だよね。なんで220とか215じゃないんだ。219ってなんかね、おかしい感じだよね。また良さげなあれだ。あーでも耐性が下がるな。耐性かなり下がるよね。これでいいか。ところ耐性それほど必要かどうか分かんないけど。Room for a key. 鍵の置き場所、どういうことや。さてここまで来たのでちょっと調べたいのだが、ああそういえば俺レベル今いくつだっけ。 7?7 か。すごい表示されてるもんね、みんな7って。気づけよ俺。さてこれで当時のベヘルを探す。ベヘルを倒す。これってどこにいるのこいつ。ここにいるんだ。神殿の道、神殿の中のどこかにいるってことだよね。なるほど。まあまあまあ、ちょっと待ってくださいね。フォージランドのゴアウッドを探す。嘆きの岩山。なるほど。死者の国。死者の国っていうのがまずいけないところかな、おそらく。そうですね。ツリーオブライフ。同じでこっちか。カジバのハンマー。これは?カジバ跡地を探す。あそこか。ブラックルート。ここから、取れる?取れるよね。行ってみようかな。先にね、こっちをやる前に。よし、予定変更。こっち行こう。こっちから、のハンマーを先に探しましょう。前回で頼まれていたからね。こちらは後回しでも問題ないでしょう。あとついでにこういうサブクエストをこなしていくことによって経験値ももらえますからね。あとあと楽になるだろう。というかこのゲーム敵よりはクエストをこなした方が経験値がもらえますよね。多分わざとですけどね。このゲームの仕様上敵と戦っているのはとても面白いので、やらせといたら俺ずーっと敵と戦ってるよ、無駄に。無駄にじゃないけど、ずーっと俺戦ってそうだよ。あれ俺こっち方面来てないんだっけ。ここ入ったような気がしないでもないんだが。なんか入ったけど、何かしらの仕掛けがあってダメだったのかな。ハンマーを回収する。普通に置かれているのだろうか。というか宝箱マークがあるな。これ裏ってことか。はね、ボロいか。
使ってるやつよりなんかかっこよさそうなあれだったぞ。かっこいいはかっこいいけど、あ、かっこよくねえな。ていうか何これ。あー、これか。今使ってるマントのちっちゃいやつだよね。あれだな、俺が使ってるサムネイルでデスが使ってるやつかな。うんうん、あとちあれかな、ほんま、あからさまに撮ったらなんか起きるやつじゃないあれ。あー、でも仕掛けがあるってことか。あ、あそこの中央に行くにはぐるっと回らないといけないかな。うん、そうだね、普通に行けない。回っていこうぜ。ここから行け、どこにも行けないってことは下だよね。なんかチェックポイントが入ってるの？行けそうなの、こちらか。ないな。滝の裏とかか？前回見たようなこと言った気がするけど、滝の裏って大体なんかあるよね。開発機ではないな。あれ？何もないぞ。こんなはずはないのだが。何かを見落としているんだろうな。あ、見落としていた。よし、クラマできますか。おう、ギア大量にいると。何かマップかな、ダンジョンマップ。やったね。しかしこれサイドクエストなのにダンジョンがあるってすごいよね。よく作り込まれているな。だいたいサイドクエストのためだけにダンジョンって作んないよね、こういうゲームで。さて、コーラスが足りない。あれ、こいつらレベルが低い。そうか、もうこなしている予定のやつだったからな。あ、でもそうでもないか、ボスがレベル7だったんだけど、この前の。それほど低くないと。こちらに宝箱2つあるけど、行き方がわからん。ああ、あそこにありますね。問題はあそこにどうやって行くかだよな。ふむふむ。ふむ、さっぱりわからん。何かしらどうするんだ、そこは。はい、目見当がつかんので最初こっち。悩んでもしょうがない。こういうタイプのゲームってものによっては悩んでもしょうがないんですよね。なぜかというと、下手をするとアイテムがないからまだ取れないよっていう場合があるからね。 何かしらの能力とかのアイテムですね。能力がつくアイテム。うん、どうやったこれは。もしかして壁をジャンプしながら行けってことか。できるかそれ。できるっぽいな。俺がちょっとミスって落ちてしまっているけど、登ってくださいデスさん。こういうことかな。多いね。さーて、ここは久しぶりに、久しぶりだな、これ。こういうことだよね。最近やってなかったな、これ。序盤のチュートリアルでやっただけだよね、確か。こういう行動ができること自体をちょっと忘れていて、俺は。まあ、ここはね、普通にくるっといく。こう。こいつら倒してからトリニティはいいんだな。よし、ラスがない。で、
あれはどうやって取るのかな。どうにかしてあっちまで行くんだろうけど。まだわからない。あ、普通に登れるや。で、ここから投げる。撃つ。帰る。してきたかな。そろそろ始まったところのちょうど上のところかな。あー、さっきのところですね。うんうん、普通に来れるようになった。ここからジャンプしていけばいいのか。なるほど、やはり悩んでもしょうがなかったな。さっきのは。崩壊だぜ。で、扉が開いた。おお、待ってました。このために温存していたぜ、リッパーゲージ。変身。終わりと。あれ、我がしもべたちよ。やはりリッパーフォームになるとああいうデカブツでも全然余裕で倒せますね。まあ、こちらもレベル高いんですけどね、的にね、だいぶ。ご褒美の宝箱、鎧だ。こういう宝箱から出てくる装備ってこちらのレベルに合わせて出てきているんですかね。ほら、6とか7とか出てるんだよね。防御力すげえ上がるな。クリティカルダメージ、魔法クリティカルダメージが下がるけれど、まあ今はそれより防御力だよね多分。あー、かっこ悪い。かっこ悪いな。かっこ悪いけどまあしょうがない。とか、うん、かっこ悪い。ただ他の装備と合ってるな。おお、もう一回敵か。おっと、ちょっとしたボス戦かな。さすがないや。おーおーおーおお。例えばでもラスってさ、よく考えるとこういう敵を普通に殴ってるだけでも回復するんだよね。結構さて、あー、まだ来てた。いいね。なんかアイテムが落ちているな。敵が大量だぞ。おお、またもう一体出たのか。例えばこちらの HP がだんだん回復していってて思い出したんだけど、 HP 吸収つけてるんだよね確か俺。ダメージの 5% だからな。あれ強いんだよね、こういうタイプで。やっぱり HP 吸収系って強いですね。ちょっとそれのおかげで結構ゴリ押しができているんですね。アイテムだけ回収しよう。これもうちょっと遠くまで回収範囲が上がると助かるんだな。おお、
それでも一筋縄で行かせてくれないみたいだな。さて装備を確認。おお、変えてしまうか。うん、全体的に合っているな。というかこの装備って思いっきりあの肩のと同じやつだよね、色とかからして。これが違うやつだけど、耐性がな。お、新しいのをもらった。クリティカルダメージが 10% 上がる。こいつはいいや。魔法が下がるけど、まあいいだろう。さて、と、ちょっと中途半端な場所なのですが、今回はもう長くなってしまっているので、ここまでで。では次回はこのダンジョンの残りを攻略していきたいと思います。ではまた次回、オビドワでした。